東京クロコダイルです。本日は24金箔を全面に貼り付けたスモールクロコダイルラウンド長財布24金カイザーのご紹介をしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。このゴールドにきらめくスモールクロコダイルのお財布、このお財布を初めて見た時に本当すごいお財布ができたなと感動してしまいました。大変希少価値の高いスモールクロコダイルに24金箔加工を全面に施し、裁断はセンター1枚取りで仕上げたお財布となります。こちらの24金カイザーは厳選されたスモールクロコダイル側に金箔加工のメッカ、金沢の金箔職人さんの手によって1枚1枚手作業で金箔を貼り付けていくという手間と職人技が必要な加工を施したものになります。金箔を貼り付けた後は表面を守るための特殊コーティングを行い、24金カイザーの革は完成します。コーティングを行うことで落ち着きのある大人の金色のエレガントなお色味に仕上がります。それではお財布の紹介に戻りましょう。引き手部分にも24金のスモールクロコダイルを使用しております。ファスナーには YKK の最上位モデル YKK エクサラ本金を採用。ファスナーの走りも滑らかですね。それでは中身を見ていきましょう。内部は札入れ収納部が4箇所、カード収納部は24箇所、両サイドにオープンポケットが2箇所ございます。そしてこのように両サイドの見つけ部分にも24金箔のスモールクロコダイルを、また小銭入れ部分の両サイドにも同素材を使用しました。お財布を開けるたびにゴールドにきらめくスモールクロコがリッチな気分にさせてくれる、そんなお財布です。小銭入れ部分のファスナーにも YKK エクストラ本金を、小銭入れは中身を出し入れしやすい片待ちタイプを採用しております。皆様いかがでしたか。このスモールクロコダイルラウンド長財布24金カイザー、さまざまな職人さんの技を紡ぎ完成した最高のお財布、他の人と被ることはなかなかないのではないでしょうか。ワニはその顎の強さから一度掴んだお金は離さないと大変縁起が良いと言われてたりもします。またゴールドは金運アップの縁起素材ともされており、縁起を担がれるのにこれ以上のお財布はないのではないかと感じています。ご自身でお使いになるのも贈り物としても喜んでいただかれる、そんなお財布なんではないかなと思います。もしこのお財布がいいなと思われた方、東京クロコダイルのお財布をもっと見てみたいなと思われた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。以上、東京クロコダイルでした。